始まってますか。レイです。何いますか。梅干し食べてます。食べます。いや、美味しいな。趣味、趣味なんだろうな。なんすかね。俺何してます、いつも。なんだろう。映画、家で見ます。ホスト始めた当初、こんな感じ、なんか喋りかけんなオーラがすごいみたいな言われてたけど、別にこっちから喋ることないから話しかけないだけで。でも話しかけてくれれば全部答えます。あ、でも最近はちょいちょい、昔に比べたら。まあ昔喋んなかったっすね。はい、キャストが2チームに分かれて、で売り上げ競って負けたチームの方が来月オタクのコスプレ罰ゲームにするっていうイベントですね。みんなちょっと頑張ってます。多分今みんな様子伺い合って後でバチバチする感じだと思います。じゃあ何なんですか。いや、もちろん見せるのに何が変わるんですか。じゃあ何も変わんねえな。じゃあ生まれてことは正論だよ。何も言えねえよ。いやー、ゆめ将軍40万の正解。我が軍の白米将軍を、ね、白米将軍ね。いやまだわかんないですね。最後まで諦めずに頑張ります。ちょっとバタバタして、あと15分でラストオーダーになったんで、今が多分一番忙しいかなっていう感じです。説明すると、まあそもそもそのイベントの時って23時半っていうのがラストオーダーなんですよね。もう一人違うキャストともちょっと相談を受けていて、まあその子も高額を使うっていう話をされていて、でその子が仕事の都合とかでちょっと来るのが遅くなってしまうと。
でそれも相談を受けててどうしようかなっていうふうに思ってて、まあ、もちろん売上バトル その売上には乗っけない乗っけないんだけれどもシャンパンコールはさせようかっていう形で通してあげたいなとか思った中でメイとメイ、メイの姫のシャンパンコールも短くなってでラストも出なくなってっていう風になってしまったんだけども、まあ、自分の中でその店のことを考えたりとかこれはその苦渋の選択をしてでそれをメイに伝えたところメイがあんな感じで怒ったっていう形ですかね。そのことの経緯が。言い方が悪かったって悪かったから始まってるじゃん。やろ始まってんのか当たり前じゃないですか。間違いない普通に間違いないそれ言ってない人やったんですか。それお客さんだろ知らない人じゃない。こっちで揉めてるのに関係ない。そしたら後で話そう。関係ない今関係あるのはお客様やそうですよ。だからもうやらなくていいですよ。それはね、お前のエゴだって俺たちのエゴだよ。お客さん関係ないお客さん関係ないよ。それで言うのも違うかもしれないんですけど。いや違くないよ。だから今やろ先に入れてるじゃないですか。一番最初ぐらいに入れてるじゃないですか。間違えてよ行こう。はい、なったあれよしこれやる気にそんなことするのか今ねいつも頑張ってくれて、一番で支えてくれて、ずっと隣にいてくれるのも姫なんで、はい、あの今日は何もない、はい、今日はありがとうございます、はい、はい、ありがとう。なんでそれで怒られなきゃいけないんですか。それを言って怒ってない。もう切れてますよね。普通に全然言うことないよ。だから悪かったって意味わかんないですよね。え、これ別にお前怒ってないじゃん。いいですよ全然。え、怒ってないよ。え、いつ怒った。じゃあさっき半切れしてきたのって何なんですか。半切れじゃなくて、もともと悪いと思ってる。言い方は悪いかもしれないですけど、うん、それに対して怒ってるんだったら自分が悪いです。その言い方について、うん、でもそれ以外は別に何もおかしくない。そうでもお前は正論だよって言ってる通りじゃん。このイベント勝利チームは白熱にしてやる。スピードに強くなってからのこの心を用意しております。それではお客さんスピードを持って本日の中でありがとうございました。これ放送されんの。あ、密着動画今やってる。俺のやってて、ちょうど今日イベントなんです。どんな人でしょうね。なんかやらせみたいな。その話どうしたの。やらせみたいな。ありがとうございました。
どういうこと流れいけんじゃん。いや、本当に今日ね、そのチームのイベントに。そうだよね。だからそこに行くまでの流れが悪い。でも今日めっちゃいいと思う。そこはそこは自分ならないところだったと思うから。はい、では終了になります。おはようございます。多分今日みんなの中には納得いってない子の方が多いし、ただ今日のイベントに関してはめちゃめちゃ頑張ってくれて本当にありがとうって気持ちがね、しっかりやっていこう。はい、まあその終電ミーティングもせずにね、あのメイトで朝方までずっと喋ってて、で次の日も定休日だったんで、で定休日メイト2人聞いてあって、まあ、もちろん、まあ、今回の件は僕が悪いなっていうふうには思ってたんで、その謝罪をして、でメイにもしっかり許しを得られたので、まあ、今回は丸く収まったのかなっていうふうには思います。お店の幼らしくしっかりとした判断ができればなっていうふうには思ってます。はい、いい勉強をさせてもらいました。はい、はい、今日はごめんな、俺予定崩れまくって。いや、俺取らんねえですよ。いや、マジやめてください。いや、だって俺だって何もやってないですから普通に、てか、前は関係ないからすごくかかるもん、私も欲しいしメイちゃんが怒んのは分かる。まあでもあるあるですよね。はい、揉める材料っていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ一応ね、こっちもプレイヤーなんで、プレイヤー側の肩を持ちたくなる気持ちもめちゃくちゃ分かるんで、まあじゃあムカつきますけどね、ムカつきはそれはしょうがないです。まあ太陽社長とメイが実は口論になってたと思うんですけど、どっちも悪くないですね、それはしょうがないです。じゃあまあとりあえずこれから出勤なんで。Thank you.